いやあ、久保さん。久保さんのトークスキル、切れてますね。<laughs> まあ今回はね、速っ塾が売れる理由ですね。<laughs> いやね、実は本音を言うとね、あのー、しんどいんですよ。<laughs> いやーしんどいっすよ。ずっと売ってくっていうのはね。まあ今日、今日もね、あの、今日からまた3日間限定でまた、 あの、無料プレゼントみたいなのなんかやるんですけど、きしんどいっすね。<laughs> しんどいっすね。まあ何かっていうと、まあみんな本音はね、あのー、やっぱね、ああ、る程度何もしなくても、あのー、売り上げあの、お金が入ってくるとか、そういうのを求めてるんですよね。うん。まあ、あのー、あ なんだ直近で2人か3人だったかなあのお問い合わせがあって自動化で自動で売り上げが上がる仕組みを作りたいっていうねまあこれなんで多分一生消えないと思うんですよねで僕の場合は今売れと気合だみたいな感じでやってるじゃないですかでも本音は自動でお金が入ってくる仕組みがねあればいいなと思ってるわけじゃないですかみんな多分ね8割9割は本音は うん多分、自動で売り上げ、こう、売り上げじゃなくてもいいんですよ。お金がこう入ってくる仕組みがあるっていうのが、多分理想だ、理想を描いてる人が多いと思います。なんで、久保さんが、ね、いや、確かにまあ、コンテンツ大事だけど、ずっとやるっていう。まあ、今は別にもうね、お金入ってくるし、みたいな。あじゃあ、その仕組み、そのやり方、 即歌塾に入ると学べるのかなみたいな話になるわけじゃないですか。かここはね、やっぱね、ずっと売れますよね、即歌塾は。やっぱ強いですね。うーん。僕はね、結構ね、やっぱね、しんどいけど、まあ、アスリート的なところがあるんでしょうね。うーん。なんかその、イチローさんとかも、だいぶ、その、よ、なんだ、もう、40、50、40。まあ、あと三浦、三浦さん、三浦さん、 数なんかまだ現役じゃないですか。三浦和義さんってまだやってますよね。どうなんだ多分まだやってると思うんですよね。54歳っすね。54でまだやってんじゃないですか。うん。まもなく54歳。横浜 FC。まだやってるっぽいっすね。 すごくないですか ?54 歳でまだ現役でやってるってすごくないですかうん。なんかね、ダン・ケネディとかも、僕、まあ、ダン・ケネディ好きなんですけど、ダン・ケネディとかも、まあ、年取ってもずっとやってるわけですよ。ね、おっさんになっても。だからなんだろうな、あの、だしんどいんだけど、だ多分ね、これはね、あれですね、仕事の楽しさというか、うーん、 だからお金儲け以外のところがあるっていうところですね。結局のところ。あの、やりがいですね。そうそう。やりがいがあるっていう。だからコンテンツビジネスの、まあ確かにしんどいけど、まあしんどいけどやりがいがあるからできるっていう。楽しいっていう。うん。ん、ま、か、あ、教えることによってできましたとかね。売上が上がりましたっていうのがやっぱ来るので。まあでもこれは別にそのものが違ってもね。 一緒だと思うんですよね別に仮想通貨で久保さんのおかげで仮想通貨で送り人になりましたっていう人が何人も出たらねそれはそれで面白いかもしれないしただまああの普遍の法則で絶対その飽きないっていうのはなくならないと僕は思ってるのでこの世からね飽きないがだからその売る,売ら,売,る売らないどうやって売るのかどう,どうやって集客するのかとかそれは多分絶対必要だと思うんですよね久保さんはその絶対的に必要な部分はまあ あの、あるから、そこも理解してるわけですよね。だから、発信は続けると。なんかあっても、商品、売れる状態を作っておくってことですよね。だからね、やっぱね、あの、隠居会の神ですね。大体、隠居だと、本当に隠居してるんで、YouTube なんかやんなくないですか多分。久保さんどうですか <laughs> だって、隠居なんだから <laughs>、多分何もやんないですよね。もうずっとぼーっと棒、まあ、すいません、これイメージですよ。これイメージなんだけど、 なんかそのお茶をすすってね、はあ、今日も一日が始まるな、みたいな。<laughs> なんかイメージとしては、隠居って多分僕の中ではね、他の人にとってどういうイメージかわかんないですけど、なんか朝起きて小鳥のサイゾルを聞いて、お茶をすすって、はあ、みたいなね。<laughs> なんかそういう感じかなとは思うんですけど。うん。なんか久保さんはね、うん、ピンポイントで捉えてるし、 その筋も捉えてるし、こ,こ売れますね。<laughs> やっぱね、巨頭ですね。白い巨頭みたいな。<laughs> 巨頭ですよ。うん。そう。だ昨日もね、あれですよ、久保さん。一日練習したんですよ。ピンポン。もう筋肉バギバギで、昨日20、多分ね、20時ぐらいにね、くたばなりましたね。寝ましたね。 朝からね、だって朝なんじゃなん久保さんに動画終わった後すぐ練習を行ったんですけど、ずーっとっすよ、そこから一日7時、6時ぐらいまで。えぐかったっすね。<laughs> もうきつかった。<laughs> まあ、きついけどなんでやんのかって話で、なんだろうな、多分その、だから最近あとね、僕ね、あの自転車もちょっと買おうと思って、そう。 コスパもいいじゃないですか。で、あの、電気自,動自転車で、ね、去年発売したやつかな、なんかブリヂストンで、あのクロスバイクっていうのがあって、それが結構バカ売れたらしいんですね。で、その、130キロか。で、なんかブログとか見てたんですけど、なんかマックス、なんか、走りながら充電もしてくれるんですよ。で、その充電稼働率が40%とか、結構すごい充電してくれるんですよ。だから、 200キロいけんじゃないかみたいなね。あの、その、みたいなのもあるんですよ。で、僕はちょっと意味、あの、自転車で、自転車でどこまでいけんのかっていう、その動画でネタで、これ面白いかなっていう。で、鹿児島を自転車で回るっていう。やっぱね、あの、GTR もいいんですけど、やっぱね、ガソリン高いんですよね。<laughs> もうガソリン代で100万くらい使ってるので、ちょっと高いな、みたいな。 ガソリン代で100万ってまあまあ高くないですか年間。で、走れば走るほどタイヤ、タイヤもね、24万ぐらいするんですよね。4本で。そう、コーチも組み、こあの、アライメントとコ,コーチも組みで。だからもう100、走れば走るほどタイヤでしょあとオイル代か。オイル代も1万ぐらいするでしょだからね、これね、維持費がきついですよね。<laughs> まあ今回税金来て、 ああ、税金高いやな、みたいなね <laughs>。まあ、久保さんもね、まあまあ、あの、鼻くそぐらいになってるとは思うんですけど、まだ僕は全然鼻くそじゃないので、ああ、稼がんとあかんな、みたいなね <laughs>。そう。だからちょっとね、でそれで動画のネタにも調べたら、それが結構一番売れてたりして、何万回とか回してるんですよ。その、あの、ブリジストンのやつが。で、その、価格コムとかでも、多分1位か2位とか、まあ上位なんですよね。その、あの、まあ、売れてるやつが。 うん。だから、前から自転車買おうかなと思ってたんですけど、あ、これいいなと思って、見つけて、今度買おうかなと。でも、それも13万ぐらいするんで、ちょっと売り上げ作んないといけないな、みたいな。で、プラスアルファ、そこに GoPro もつけてね。で、まあ、そのネタにするので。で、GoPro5、6万するんで、あ、これも稼がんとあかんな、みたいなね。<laughs> そう。まあ、だからね、そっか塾にはね、 完敗ですね、うん、勝てない <laughs> 多分一生勝てないですね。<laughs> うんそっからには勝てないな。まあ、僕はあの違う路線で頑張りますんで。まあでもね、あのドリームアカデミアって、まあ、売れてますけど売りづらいんですよね。だからそれもうなんだろうな。でも売りづらい商品だからこそうーんどう売るかっていうのをね、絞って考えて。 あのだからそれがやりがいでもあるんでしょうね。なんかその小学生でも売れるようなビジネスって確かに簡単かもしれないけどもうん多分やりがいがあるのかって話ですよね。例えばうん一んだろうなむ。まあこれちょっと考え方というかね捉え方が非常に難しいところなんですけどあまりにも簡単すぎると。 やりがいいってそそんんなにそこに見出せなににこ見せと思うんですよ難しいからこそそこに何かやりがいがあったりとか挑戦したいとかそれを乗り越えたいっていうのがあるのであまりにも簡単すぎるとうん確かに簡単に儲かるのはいいんですよ全然否定してるわけじゃないしいいと思うんですよただやりがいの部分で言うならばうーんちょっと劣るのかなとうんなんかそのなんだろうな だ感覚としては、やっぱその、あれじゃないですかね。班長みたいな。班長議事録みたいな。だからその、毎日やっぱ、毎日、料亭で飯食ってたら、やっぱその幸福度ですよね。簡単に、まあ今日もじゃあ、うん、なんだ、料亭、今日も料亭とか、今日もステーキとか、あじゃあ今日は、しゃぶしゃぶとかね。なんかそういう風に、まあ毎回毎回その、うまいものを食ってたら、 なんかそこにその幸福度というか、うめ、ん、えみたいなのが多分ないと思うんですよ。だからこのね、人間ってね、バランスなんですよね。僕はバランスだと思っていて。うーん。まあ、班長で言うならば、地下帝国でね、くそまずい飯食ってるからこそ、うん、シャバに出た時にくそうまいみたいな。だからこれ一番うまく、俺たちが一番、このね、ご飯を一番うまく食ってるんだと。そのために帰るんだと。 だあのセリフの,の中に人間のそのなんだ幸福度というかうん,なんか詰まってんじゃないかなと僕は思いますけどねうんもちろん久保さんのレベルまで行くとまあここになったとしてもいくらでも自分で作れたりとかもするだろうしまあそれはステージがね久保哲郎まで上がれば多分関係ないとは思いますけどただ うーん。あのー、なぜその、アスリート、まあ東京オリンピック今年多分も,もうさすがにもう開催すると思いますけど、正直東京オリンピックに出る人たちとかは、もう毎日辛い練習してるわけですよね。もう鬼のように。ね。もうバカみたいな辛い練習しかしてないわけですよ。 でもなんでそこにやるのかっていうとやっぱそのオリンピックで勝った時のその感動というか興奮というかそれはやっぱりその、うん、茨の道というかねすげえやってきたからこそここですごく味わえると思うんですよでも何も練習せず何もただ寝てるだけでただオリンピック出てで何もプレッシャーもなく、まあ、優勝みたいな 多分その優勝ってあんまり価値がない。同じ優勝なんですけど、多分得られるものって多分そんなにないんじゃないかなと。何も苦労もしてない。何も練習もしてない。ただピッて出て、でピッて優勝する。で、みんなからもてはやされるんだけども、心の中ではなんか満たされない。多分ね。まあそんな優勝はないと思いますけどね。イメージとしては。それで優勝しても多分、その、結果は変わらないんだけど、 とらわ、なんだろう、感じ方が変わるってことですよね。うん。だから、その、生きる上で、結構、その、僕は大事だなと思うのが、まあ、堀江さんとかも言ってるんですけど、適度にストレスがないとダメだし、適度に、この、なんか、追い込んでいくというか、そういうのがあるといいよ、みたいなこと言ってるんですけど、なんかね、まあ、僕もすごく分かる部分があって、なんか、うん、そういうのがないと、なんか、 緊張感みたいな感じですよね。だからその毎月、もう圧倒的なお金があ,ありすぎると、緊張感ってあんまなくなってくると思うんですよね。だからそのよくその芸能人の方とかも、どんどん女性の方も綺麗になっていく。じゃあなんで綺麗になっていくかっていうと、人前に出て緊張感がある仕事をずっとしてるから、常にこう意識する。意識すれ,すればするほど、なんだどんどん磨かれていくってことですよね。綺麗になっていくと。でもこれが、 よくその、よくある話ですけど、定年退職してね、もう仕事を辞めて瞬間からも一気に老けるみたいなね、まあ、緊張感も一切なくなるので。うーん。まあ、これね、結構僕大事だと思うんですよね、生きていく上で。うん。適度な緊張感、適度なストレスだったりとか。うん。やっぱ、あと挑戦するっていうことですよね。うん。なあ、やっぱ、また僕ね、あれですから。 また試合出ますからね。ちょっと燃えてきます。実はね、久保さん、ラバー変えたんですよ。これね、ラバー変えて、正解で、僕に合ってて、よかったっすよ、これ。めっちゃ、ちょっと、張り切っちゃって。<laughs> バキバキですね。<laughs> バキバキ。そう。そう久しぶりにラバーもね、めっちゃ調べましたからね。めっちゃ、多分ね、ラバー2、3時間調べてましたね。<laughs> 何がいいかなみたいな。今ね、卓球の用くわかんないと思いますけど、いや、めちゃくちゃあるんですよ。 卓球の用具が。いや、昔僕ね、20年前か、大学18でしょ ?20 年前か。20年前に比べると、めちゃくちゃ種類あるんですよね、ね <laughs> え、そんなメーカーあったっけみたいなのすげえ出てるんですよ。やばいっすよ、今。<laughs> で、なそれいろいろ調べてて、で、まあ、結局ね、調べてて、で、ブログに行き着いてブログでレビューしてたんですけど、ほうほう、ほうみたいな。やっぱ情報ビジネス最強だな、みたいな。 結局そのブログに書いてあるやつをあの,のみにして買ってみたらよかったんですけどいろいろ申し上げましたけどそっか塾ねいいと思いますので、まあ、皆さんはねほとんどの人がやっぱり自動である程度お金が入ってくるやっぱその別に働きたくもない別にコンテンツも売りたくないねうん本当は久保さんみたいな生活が 多分みんなしたいと思いますので、あの、即化塾ね、入っていただければいいんじゃないかなと。あの、ドリームアカデミアはスパルタンなんで、あの、即 <laughs> 化塾の方がいいと思いますよ。ね。ドリームアカデミアには入るなにしときましょうか。うん。ドリームアカデミアには入るな。あ、それで行きましょう。SEO 的に。いってらっしゃい。